小さい頃に書いた卒業文集を見てみると、いつも決まって同じ職業のことを書いていました。保育士です。保育園の卒園文集には、大きくなったら保育士になりたいと書いていました。そして小学校4年生の時の夢学習の時も、保育士になる道について調べていました。両親や祖父母が保育園を経営していることもあり、保育士になるということ自体には全く抵抗はありませんでした。むしろ家族に対する漠然とした憧れから、自分は保育士になるんだと心の中で勝手に決めつけていたのかもしれません。だから幼い自分なりにピアノを習ってみたり、保育園のお手伝いをしてみたり、たくさんのことをやってきました。自分なりに保育士になるための努力をしていたんです。でもなんだか保育士を目指すだけじゃ満足できませんでした。なんだか物足りなかったんです。だから小学校の時は習い事を6つ掛け持ちしてみたり、児童会に自ら立候補してみたり、中学受験をやってみたり、本当にいろんなことに挑戦してきました。多分きっと自分にはまる何かを探していたんだと思います。そしてそんな私が今所属している部活は科学部です。そして不思議なことに物理の研究をやっているんです。これは私が研究発表で使った資料の一部です。これを見てわかる方いらっしゃいますか？あ、顧問の先生ですね。そうです。ほとんどの方がわからないと思います。しかもうわマジかよってなりますよね。私も最初はそうでした。でも物理班に入った時からこんなことが当たり前になって、気づかないうちに日常になってくるんです。さて皆さんは物理、フィジックスに対してどんなイメージを抱いていますか？例えばメガネ率が高いとか、話が通じないとか、ずっと同じ本を読んでいるとか、オタクみたいな人が多いとか、そんなイメージ抱いていませんか？私自身も勝手にそんなイメージを抱いていました。物理をされていらっしゃる方がいたらごめんなさい。でも本当に私はこんなイメージを抱いていたんです。でも私は小さい時から憧れていた保育士とは全く違う科学の道に足を踏み入れることになりました。そして巷でいう理系女という道を切り開くための起爆剤に、ラッキーなことにも出会うことができたんです。今ラッキーという言葉を使いました。科学に出会うってラッキーだと思いませんか？思いませんか？多分それはきっとその世界にまだ目を向けたことがないからです。私は中学校に入った時に今まで以上にいろんなことに挑戦しようと思いました。だからもともと興味があった社会福祉系のボランティアをやってみたり、生徒会に入ってみたり、本当に小学生の時とは比べ物にならないぐらいもっともっと挑戦をしていったんです。だから時にはパンクしそうになる時もあって、中学校の三者面談ではいつもそろそろ優先順位を決めなさい、早くやりたいことを見つけなさいって言われてました。でも毎日が充実したんです。毎日が本当に楽しかったんです。そんなある中学校3年生の時の夏、先生からこんな提案がありました。成松、高校の科学部の大会に同行してみないか？私、書道部。しかも、バリバリの文系なんですけど。そんな私が、科学部の大会に？いや、もちろんイエスですよね。こんな性格ですから、ノーっていう考えなんか、もともと頭になかったですし、そんなおいしい話があるのになんで行かないんだって感じで、もちろん二つ返事で OK しました。そして、ある大会に参加することになったんですが、この大会が、私の中に科学という新しい視点をくれることになったんです。私が通っている学校は中高一貫校です。でも私は高校の先輩が科学の研究をしていること自体全く知りませんでした。むしろましてや科学のその研究の内容なんて本当にさっぱりでした。でもやっぱり部室に行ってみると、周りを見てみればやっぱりメガネ率は高いし、振り返ってみたらずっと同じ本ばっかり読んでる先輩もいるんですね。でも案外イメージと違うところがあったんですよ。それは
先輩たちがおしゃべりが大好きだったことです。中学生の私にも気さくにお話をかけてくれました。そしてある先輩は大会会場となる大阪行きの新幹線の中で私たちのために超短期研究集中講座っていうのを開いてくれて、何もわからない私たちにゼロから研究の内容や自分の経験についてすごく情熱的に話してくれたんです。そんな姿を見たとき、私は驚きにも似た感動を覚えました。こんな先輩科学部にいるんだって。でも先輩たちの姿はこんなもんじゃなかったんです。大会最終日、私たちの研究は何千人ものお客さんがいるステージの前で発表することになりました。そしてある先輩が研究発表の最後にこう言ったんです。私たちはこの研究を教科書に載せたいです。ん？ちょっと考えてみてもやっぱりん？ってなるんですよね。いやいや先輩、それビッグマウスすぎませんか？みたいな、なんかえ？いやありえないでしょって単純にそう思ったんです。中学生の私なりに先輩方の研究はすごいっていうことは分かっているつもりでした。でも高校生の研究が教科書に載るなんて想像したこともなかったですし、頭に全くなかったんです。でも私はこのたった一言、あの時のこの一言に突き動かされて、この日科学部に入部することを決めました。そして今年度の物理の教科書の1ページに宇都高校科学部の研究が実際に載ってるんです。あの時の、まさにあの時のあの一言が本当に現実のものになったんです。さて、そろそろ皆さんも私がこんな風に変わった研究について研究に少し興味が湧いてきませんか？複実像 Secondary Real Images、 これが私たちの研究対象です。複実像についてご存知の方いらっしゃいますか？ほとんどいらっしゃらないですよね。というのも、この複実像は宇都高校の先輩方が発見されて、その時に定義したものだからです。こちらをご覧ください。これは光がどのように進むかを光路図として表したものです。光源から出た光が凸レンズで曲げられて、反対側に実像が結像します。でもこれは中学校の範囲で習う範囲で、従来知られている実像です。しかしこれとは別に、レンズの前方と後方にあと2つ現れている小さな倒立像を先輩方が発見されました。そしてそれらを複実像と名付けられたんです。これらの複実像はこのように光がレンズの中に入って内部反射をすることによって結像しています。そしてこれこそがいわゆる心霊現象をどのように取られているかというメカニズムを解明したり、昆虫の単眼がどのような世界を見ているかというものを表す糸口になったんです。それではここで皆さんで心霊写真を撮ってみましょう。私が持っているのが平面 LED ライトです。そしてこれに光をつけるとこれが光源になります。もし皆さんの中で携帯 iPhone や Xperia を持っていらっしゃる方がいたら、私の方にカメラを向けてもらってもいいですか？なんだか肉眼では見えないけどレンズの中に浮いている不思議な光はないですか？見つけられましたか？それこそが複実像です。皆さん、どんな像が写っていますか？くまモンの像見えますか？今回ご用意したのはくまモンの像をご用意してみました。もし携帯を持っていらっしゃらない方がいらっしゃったら、あちらのスクリーンをご覧ください。あそこに出ている複実像は、今会場の中のカメラで作り出されている複実像です。はい。大丈夫でしょうか？はい、ありがとうございます。そしてこの複実像がどのように心霊写真として現れているかをご説明します。私たちは被写体に向かっていつもカメラを向けていますよね。でその時に先ほどの実像のように被写体から出た光がレンズを通してスクリーン上に結像します。
ですが、先ほどの航路図のように、副実像はレンズのすぐ後方にも現れるんです。そして、カメラのピントを調整するためなのに、レンズとスクリーンの距離が近くなったとき、この後方の副実像が画面上に現れる、つまりスクリーンに乗る、よって心霊写真が作られているんです。これで一部の心霊写真は証明することができます。そして私たちはこの研究を生物分野に応用させました。というのも、ある学会で人間の目でも副実像は見えますか?というご質問をいただいたからです。回答からお答えすると見ることはできません。じゃあ、人間の目によく似た構造を持つ昆虫の単眼はどうだろう?そういった疑問から私たちはこの研究に昆虫の単眼を使いました。そして今回対象にした昆虫はこちらの3つです。アブラゼミ、オオスズメバチ、トノサマバッタの3種を使いました。そしてここで単眼とは何かをご説明します。昆虫はよく見る人間のような目のような大きなものを2つ、複眼というものを持っています。しかしそれとは別に頭の上部の方にレンズ眼でできている単眼というものがあります。このスライドの中では赤い丸で囲んである部分が単眼です。そして私たちは採取した昆虫をマイナス60度で冷凍し、凍結ミクロトームと呼ばれる機器を用いて10マイクロメートルずつスライスしていきました。それを染色液で染色し、レンズがどれだけ曲がっているかといった確率半径、レンズの厚み、そして網膜までの位置を特定します。これらのデータを以前導出していた式に代入することによって、そして屈折率 N を考慮することによって、昆虫の単眼においてどこに副実像が現れているのかというものを導出しました。今回はオオスズメバチの単眼モデルを使ってご説明します。左側に見える白いものがオオスズメバチの単眼です。そして丸くなっている部分が網膜です。実は昆虫は遠視の状態、つまり人間でいうと老眼のような状態なんです。だから昆虫の単眼の中では実像は網膜からもっともっと遠いところに結合しています。ですが今回の調査によって副実像は実像よりもより網膜に近い位置に結合していることが分かりました。そしてこの結果はアブラゼミ、トノサマバッタなどの他のすべての昆虫においても主実像より網膜に近い位置に副実像が出現していることが分かりました。このことから私たちは昆虫が副実像を見ている可能性を示唆することができたんです。そしてこの研究は次のような例に応用することができます。例えば広角レンズに応用できるんです。副実像はより広い範囲で現れることができます。だからより広範囲を捉える監視カメラであったり、天体の動きを観測する装置に応用することが考えられています。これが私たちの研究です。この研究をここまで持ってくるのに6年半、22名の生徒、そして顧問の先生が何度も何度も挑戦を積み重ねてきました。そして私たちはこの成果をもって今年の5月アメリカのピッツバーグで行われたインテル・アイセフという大会に参加してきました。インテル・アイセフとは国際学生科学技術フェアという大会でソサエティ・フォー・サイエンス・エンザ・パブリックというところが主催しています。毎年5月にアメリカの都市で開催されており、今回の2018年度大会は81の国や地域から1792名の学生が参加しました。賞金総額400万ドル以上、スポンサーが60以上もつく、まさに世界規模の大会です。そこで私たちは物理・天文学部門に出展しました。ICEFでは日本の大会とは少し異なり、その研究は社会のためにどう役に立つの?どれぐらいのお金を生み出せるの?といった工業的な質問が たくさん飛び交いました。私たちの研究は基礎研究に入るので、そういった質問に答えるのは少し難しかったですが、宇都高校から行った3人のみんなで一緒に頑張って、なんとかその質問を乗り切ることができました。そして4位という、グランドアワード4位、物理天文学部門で4位という素晴らしい成績を得ることができました。表彰式で名前を呼ばれたとき、私がステージの上から見た景色は、きっと私は一生忘れることができないと思います。だから、そんなアメリカの舞台にもう一度立ちたいと思ったんです。
小さい時から保育士になるのが夢でした。そして中3の夏に科学に目覚めました。その2つを学べる環境がアメリカにはあります。そしてもう一つ、私にはやらなければならないことがあるんです。アイセフに参加するとこのような金のメダルをもらえます。でも、そしてこの金のメダルを左胸に掲げて生徒たちは審査に臨みます。でも周りを見てみると少し違ったんです。アイセフには4年連続で参加している生徒がたくさんいます。今回私たちが参加した大会でも1位の優勝をしたところは、優勝した学生、オーストラリアの学生は左胸にたくさんのメダルをつけていました。そして今回のアイセフにアメリカに次いで生徒を送り込んできたのは韓国の47名です。中国や台湾の台頭も見られます。しかし日本の学生は今回23名しか参加していません。しかもほとんどが1回しか参加できないんです。こんなことで科学の世界で戦っていけるんでしょうか。若者の時点で負けていていいんでしょうか。だから私は後輩たちに何度も何度もチャレンジできる環境を作りたいんです。そして私たちのリベンジをしてほしいんです。だから私はアメリカの大学で教育政策と科学を学びたいと思っています。こう言うと皆さんにはビッグマウスに見えるかもしれません。でも私はそれでいいんです。なぜなら私が中3の時憧れていた先輩も私にはビッグマウスに見えました。でも彼女の夢は実際に叶ったんですから。ありがとうございました。